なということを探りながらやっていくんですね。せっかくあれですか、さん、嬉しいちょっとどうぞどうぞ、あのちょっとやってみてください、ね、挟み込むようにしながらほぐしていきますけど、それが方向を探りながら探りながら、どの方向が一番制限が強いか、先生の手の動きよりうんと伸びてる感じですね。そうなんですね。ですから中の方にまで伝わっていくんですね、はい、ですから表面の筋肉だけじゃなくて奥の方までほぐれていくと、あ、気持ちいい。では筋膜を直したら筋肉にどんな影響が出たかということも測定されました、はいはい、まず筋肉の硬さです。赤くなっている部分ほど血流量が多く筋肉が柔らかくなっていることを示しています。確かに手術前と施術後では血流量が増えたと見えます。そして筋力にも変化がありました。肩を上に動かす筋力を測定してみました。施術前は41キロだったのが施術後は76キロに増えました。筋膜のシワのせいで阻害されていた筋肉の動きが本来のものとなり、だから本当の力が出るようになったと考えられるそうです。素人でもできるものでしょうか。これはですね、なかなか素人さんには難しいんですけれども、ただし自分でやるいわゆる筋膜リリースという方法も実際にあります。はい、というわけで自宅でこれからできる筋膜伸ばしの術を先生にこれから教えていただきます。やった、よろしくお願いします。まずは座って行いたいと思います。手の先から頭の先までをまず伸ばしていきますので、右手をですね、やや後ろ後方の方に向いて、指先が床に潜り込むイメージですね。で少し顎を引いていただいて左に首を倒します。はい、そして今度左手でですね、右の肩を押さえておきます。はい、そして耳をですね、肩よりも前に出すようにうーっと回していきます。これで左の耳を、そうですね、左の耳を肩よりも前に出すように筋膜をリリースするとか、もう痛いわ。ここで30秒ほど待っていただいて、はい、今度は傾きはそのままで、鼻をですね、鼻を左肩に近づけて、鼻です、ね、鼻を左肩に、これが硬い人はなかなか近づかないですね。これでまた30秒ぐらい保持するわけですね。はい、ですよ。これをですね、今度反対側もやっていくわけです、はい、次がですね、肩甲骨をしっかり前後に動かすという体操ですね。平泳ぎのように前にずーっとこう出します。その時にですね、肩を肩甲骨を前に出すだけであって背中を丸めちゃいけないんですね。丸めないで肩甲骨を前に押し出します。伸びてる、結構つらいですね。両方の肩甲骨を引き離して、肘を肩の高さのまま後ろに引いてきて、肩甲骨同士を合わせるように。あ、なるほど、はい、ちょっと待って、その時に大丈夫ですか。普通硬い人は通りますので、勢いをつけないでください。ゆっくりじわーってやってます。この後ろに引いた状態から今度はこう前に倒していきます。はい、前にグッと、そうですね、そこから肩甲骨を起こします。そしてこの時のようにですね、肘が下がっている人はちょっと弱いんですね。わかる、はい、肘を下げないで後ろに、そうです、ね、下げちゃいけないんだ。これで肩甲骨がしっかり起こされます。いや、先生のその伸ばし方が地味だねって言ってましたけど、この動きだってものすごい地味だけど、ものすごい効きますよね。そうなんです、ね、効く効く。今度は立って、はい、はいですね、うん、右手を頭の後ろ、左手を背中の後ろに、肘が直角になるようにしておきますね。そしてそのまま肘を内側に、内側には肩甲骨を回すようにします。これもゆっくりです、無理しないでください。その後右足を左足の前に出していただいて、そして体を左に倒していきます。そうすると肩甲骨のから伸びてる、体の横まで筋膜のつながっているものを、あ、伸びてる伸びてる、これは気持ちいい、気持ちいい、これは気持ちいい、はい、で、はい、最後はですね、まあ、なんちゃってバレリーナ風ですけれども、はい、右手をですね、
自分の方を向けて、そして左手の方は左手を後ろに向けて使えて、右足を一歩前に出しておく、軽く曲げておきます。そして右手は天井に、左手は床に、そして軽く右左の方を向いていきます。無理しないでください、これ吊る人いますからね。左の方に、そうです、これを無理なさらないように。はい、じゃあ楽に戻していただいて。なんか急に体の中を血が駆け巡ってるような気がします。ほか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 してくると思います。初めて血がつった。大変でしたね。血が繋がってるのでそういうところまで来てしまうんですね。いや、今まで意識してしたこともないと、もういっぱい意識できました。はい、まあこれを、まあ、1日どれぐらいですか？1日ですね、はい、あの3セットなんですけれども、はい、あの一つ一つの体操をできれば90秒以上が慣れてきたらですね、でこれを2週間ほどやっていただけると、はい、あんだけ最初つらかったのに、うん、あ楽にできるようになってきたというふうに変わってきます、うん、はい、はい、実際2週間やっていただきました、うん、先ほどの職場の方に、はい、その2週間の結果をご覧ください。じゃあ見せていただきましょう。協力してもらうのは経理担当の松浦さん、5人の子供を育てるお母さんです。肩の筋肉を測ってみると結果は2ミリ、あまり動きはよくありません。そこで筋膜のシワを取るストレッチを伝授。これを毎日2週間続けてもらいましょう。頑張ります。次の日から、お、やってるやってる、同僚の皆さんと一緒に仕事の合間にストレッチ。自宅ではお子さんと一緒にストレッチ、1回5分、朝昼晩やってもらいました。2週間後、再び松浦さんの筋肉の動きをチェックしましょう。自分でなんかこう変わったなとかっていう感覚はありますか？そうですね、軽くなったと思うし、可動域が広がった気がするし、あとは頭痛も悩むことが少なくなりました。そうですか。果たして効果はあったのか。いいですね。今 7.7ミリ、なんと筋肉の動きが3倍以上も滑らかに。最初3日間は正直ちょっとここが、あの肩甲骨周りが筋肉痛でやるのがしんどかったんですね。それを乗り越えると、あ、こんなに楽になるんだなっていうのが、私みたいに、あの結構忙しい生活でもなんてことなくできてたので、はい、皆さんやれると思います。松浦さん、笑顔も軽やかに。